どうも、ちまきです。漫画、読んでますか？今年も漫画大賞の発表が近づいてきました。そこで今回は、漫画大賞ノミネート作品を徹底解説、考察して順位を予想。今年の漫画大賞を 100% 楽しもうという動画です。解説する動画は、右選考に残った10作品すべて。読んだことのない作品がある人も、この動画を見て、今年の大賞を予想してみよう。ちなみに各漫画賞についてめっちゃ詳しく解説した動画も上げていますので、よければそちらも見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。それではどうぞ。平和の国の島崎。幼少期に国際手の組織に拉致され、工作員として育てられてきた主人公島崎。厳しい戦場を生き抜いた島崎は組織から逃げ出し、日本で平和な日常を取り戻すが、組織からの追っ手が迫り、平和な生活が脅かされる引き離し。この漫画の見どころは、まるで映画のような臨場感を感じるアクションシーン。組織から迫る凄腕の追っ手を、戦場で鍛え抜かれた洞察力、判断力で切り抜けて、派手でかっこいいアクションで敵を倒していく。戦場で生きてきた主人公が、日本で出会った人たちと平和に過ごす日常ものの空気感、そしてその日常が壊れそうになる、ひりつく空気感が同居している作品です。テロ組織のやり口が妙にリアリティがあって血生臭い。バイオレンスなシーンもあるので要注意。作品の面白さは抜群ですが、やはりバイオレンスなシーンも多いので大衆受けしづらい、子供に読ませにくいという理由から大賞に選ばれるのは難しいんではないかと僕は思っています。読みのつらい。鋼の錬金術師や銀のサビなどで有名なヒットメーカー荒川博夢先生のダークファンタジーです。山奥の村に住む少年ユリと、牢の中から出ることを許されずお勤めをしている双子の妹。平穏な村は、ある日突然何者かに襲撃される。のどかな村に隠された秘密と、スライと呼ばれる異形を操る能力バトルが激アツの作品。王道を突っ走りながらも、オリジナリティ溢れるバトルや、テンポのいい掛け合い、凄まじく丁寧に作られて、無駄のない構成は、ハガレンを彷彿とさせるべき。何より、荒川博夢が手当てているから、変なことにはならないだろうという安心感があるこの作品。登場人物が多くて、関係性をつかみにくいという不安要素はあるけども、これからもっと面白くなることが予想できて、作品のピークはまだまだ見えません。ダークファンタジーだけど、ハガレンよりはちょっとライトで、とっつきやすいので、多くの人に読まれた作品だと思います。ポテンシャル的に大賞受賞は全然あり得ると思うけど、漫画大賞はエンタメに振り切った作品より、読者の学びや語りかけがある作品の方が強い傾向があります。今回ノミネートされた作品たちは、そういった種類の作品も多いので、それらを押しのけて大賞を取れるか、というところがポイントになると思います。君と宇宙を歩くために。何事も長続きしない不良、小林が出会ったのは、転校生の変わり者、宇野。宇野は、たくさんのことを同時に行えない。臨機応変な行動が苦手。パニックになると、体が硬直してしまうとか、発達的にグレーゾーンな子。それでも、メモを花見離さず持ち、他の人と同じように生活をしようと努力している。それを見た小林も、自分を変えようと、一歩踏み出す友情物語。小林は、宇野の良き理解者になるわけだけど、ただ、宇野を助けるっていう一方通行な話じゃなくて、小林も、宇野からたくさんのことを学んで、助けてもらって変わっていくっていうのが、この作品のいいところ。子供から大人まで読める作風で、温かみのあるストーリー。先ほど言った、学びは語りかけがある作品で、いかにも漫画大賞の選考委員が好きそうな作品ですね。ちなみにこの作品は、僕が今激推ししている作品のうちの一つです。漫画大賞に限らず、今年の各種漫画賞に続々とノミネートしていくと思いますので、要チェックですよ。神田極楽町職人話。江戸時代、主人公は様々な職人たち。置き屋や刀鍛冶、畳差しなど、当時活躍した職人たちの仕事にスポットを当て、その職人技、生き方を切り取り、漫画に落とし込んだオムニバス形式の作品。見どころは、なんといっても、職人たちの作業シーン。黙々と仕事に取り組む職人と出来上がっていくものが、セリフなしで描かれ続けます。リレー内と圧倒的な熱量で書き出された職人技にただただ圧倒され、瞬きすることも忘れてしまうほど。本のサイズが英語版なのも内容に合っていて嬉しい。大きなサイズの絵からとんでもない臨場感が伝わってきますが、これが漫画大賞の選考基準になるのかは不明。漫画大賞は投票ではなく選考委員会があって、その人たちが選考する形式です。こういう作品、いかにも漫画好きが好きそうな作品ですよね。そういった点では、漫画好きの選考委員からも高評価なはずで、上位には食い込んでくると思います。正反対な君と僕。去年3位にランクインした恋愛漫画が今年もノミネートです。
派手派手で目立つけど、周囲の空気を読みすぎてしまう女子。鈴木は周りに泣かされず自分を持つ物静かな男子、谷に惹かれる。ピュアな二人とそれを取り巻く友人たちの恋愛漫画です。思春期のキャラクターたちの繊細な心理描写が見どころの作品で、高校生という多感な時期だからこその考えとか心の動きがリアル。中高生たちにこそ刺さる作品だと思います。僕の X や動画ではかびたり名前を挙げていましたが、2021年に僕が最も推していた作品で、今も大好きです。だからこそ、今受賞できるかと言われれば厳しいというのが僕の予想です。作品としてのピークはもう過ぎていて、今は安定期に入っています。まあ、今一番面白い作品が受賞するというコンセプトではないから関係ないかもしれませんが、メタ的な見方をすると、純粋な恋愛漫画は漫画大賞において弱いというところと、前年ノミネートした作品で翌年受賞したのはブルースピリオドのみという点でも難しいかなと思っています。玉木と天音という名前の二人が主役のオムニバス作品。舞台となる時代や場所、二人の性別や生まれ育った環境も違う。共通しているのは玉木と天音という名前のみ。様々な玉木と天音の出会いや関係を描くオムニバス作品です。大奥や昨日何食べたの吉永文先生が送る一巻完結作品で、様々な愛の形や人間関係、人生を全5話で描いています。一点一点を見れば変哲のない物語。この作品は一冊丸々読むだければ真の魅力は伝わりません。それぞれ独立した話と思いきや、実はつながりがある。最終話でそれが示唆され、もう一度初めから読み返したくなる作品です。愛、縁がテーマといったところでしょうか。もちろんそれぞれの物語も単体で十分面白いのもすごいところ。オムニバス作品って漫画好きから疲れる傾向があるんです。漫画好きはオムニバスを評価しがち。その上で物語のつながりを持たせて伏線回収するっていう、まあ意地悪な言い方をすると、いかにも漫画好きが評価しそうな作りになっているので、上位に入るのもありれると思います。ダイヤモンドの鉱材、今一番の話題作と言っても過言ではないでしょう。去年のこの漫画がすごいの1位を取った作品です。何のスポーツをやっても圧倒的な才能を発揮することで周囲から嫉妬され、人間関係がうまくいかず、大人からも望まぬ期待をかけられてしまう主人公綾瀬川。そんな綾瀬川が野球を始める話。自分は楽しくスポーツをしたいだけなのに周りがそうさせてくれない。最初は優しかった大人たちにも裏切られてしまうっていう、才能があることは本当に幸せなのかっていう問いかけてくる作品で、本当に読み応えがある。僕は去年この作品を一番推してて、動画も何本か上がってるんですけど、今一番面白いと僕は自信を持って言います。ただこれもメタ的な見方になるんですが、漫画大賞はこの漫画がすごいと受賞作が被ったことがないんです。スパイファミリーとか早々のフリーレンとかビースターとか、向こうが1位ならこっちは2位、向こうが2位ならこっちは1位ということは結構あるので、意図的に外してるんじゃないかなと勝手に思ってます。だとすれば1位はないのかなと思いますね。平休み。一人暮らしの偏屈なおばあちゃんと仲良くなって、毎週ご飯をごちそうになっているフリーターの主人公。ある日おばあちゃんが急逝し、住んでいた平屋の一軒家を譲り受ける。東京の片隅で平屋での生活が始まるって話。現代の話なんだけど、ノスタルジックな雰囲気があって、温かい絵柄と人とのつながりや生き方を描いているすごく優しい作品。それなりにバイトしてやりたいことやって生きているスローライフを体現している主人公にすごく憧れて、現代日本人が読むべき作品だと思います。日常の人とも聞いてるのがすごく上手で、まるで自分もその町の住人になったかのような感覚に陥る、とても素敵な作品。読後感も最高です。2年くらい前からすごく話題になっていた作品なので、なんで今とは思いますが、読がなくて誰にでも勧められて、それでいてすごく面白い。今まで大きな賞を受賞したことがないのが不思議な作品なので、そろそろ来てもおかしくない。ファミレス行こう。大学生の主人公は深夜のファミレスでバイトを始め、そこで出会ったさまざまな個性的な人たちと奇妙なつながりを持っていく話。今をときめく漫画家和山山先生の大ヒット作、映画化もされたカラオケ行こうの続編です。漂う穏やかな空気感とテンポのいい掛け合い、綺麗のあるセリフにくすりとさせられる雰囲気は健在で、とても丁寧に作られている印象を受ける作品。何気ない日常描写の前半から中盤にかけて物語が進んでいく感じが印象深い作品ですが、この作での受賞はないと思います。間違いなく面白いけど、やはり続編であり、
カラオケ以降を知らなければ 100% 楽しめないというのが一つ。そして、上下巻の上巻であり、物語としてはまだ起承転結の小くらいであることが二つ目。下巻が発売されていたらまだわからなかったかなとは思います。作品としては間違いなく面白いけど、超話題作の続編ということで漫画大賞ノミネートと考えたら、下駄を吐かされたのかな、と思います。剣幕のジャズンダン。舞台は13世紀のイラン。愛らしい少女、シタラは奴隷として飼われ、主人のもとで様々な学問を身につける。その後、モンゴルの侵略により主人が殺され、それとなった主人公、シタラは、奴隷時代に枝地時期でモンゴルに復讐を誓う話。実在の人物をモデルにしたリティシムので、史実に忠実に書かれているようです。壮大なスケールで描かれる大河ものっていう感じで読み応えは抜群。史実とは思えない波乱万丈な展開で漫画としての面白さにしっかり落とし込んでいます。内容は結構ハードですが、独特の可愛らしい絵柄がそれを中和して読みやすいのもポイント。漫画大賞は歴史ものも受賞したことがあるので、ジャンプとしてはワンチャンあると思いますが、やはりこれもこの漫画がすごいの1位を取っていて、そこが難しいかなと思いますね。はい、10作品の解説が終わりましたので、最後に順位予想をして終わりたいと思います。先ほども言いましたが、漫画大賞は読者投票ではなく選考委員会が話し合って大賞を決めるもので、なので順位予想はめちゃくちゃむずいです。この漫画がすごいとかは予想されてるけど、漫画大賞の予想がされていないのはそのせいですね。もはや作品の面白さで予想するというより、選考委員会の思考を読み取って予想するという感じです。そんなめちゃむず予想をしてわざわざ恥をかきに行く自分も褒めてください。では予想の順位がこれ。ポイントだけ解説します。まず1位、江戸の職人技を存分に堪能できる熱量が伝わってくるというところで漫画好きが好きそうというのが1つ。そして玉木と天音でも言いましたけど、漫画好きはオムニバスが好きなんです。選考委員が誰か知らないけど漫画好きなはずなので、この作品を高く評価するはずという読みで1位にしました。2位はポテンシャルは余裕で1位、でもこのままがすごいでは差別化を図りたいと思うので2位にしました。4位読みのつらいもどんどん面白くなってきていて、ポテンシャルはあるけれど変ために振り切った作品なので、学びや訴えかけがある1から3位を押しのくてはこないかなという予想。6、7、8位は過去にノミネート歴があります。その時より今の方が面白いかと言われたら少し疑問が残るので上位には来ないかなと。平和の国の島崎を10位にしたのはこの作品がどうこうというより他の作品が強すぎたから消去法。でもやっぱりバイオリンスが強すぎて厳しいと思ってます。はい、いかがでしたでしょうか。発表がちょっと1位になるかは分かりませんが、みんなの予想もぜひコメント欄で教えてください。ではまた。